第二節執着をなくす瞑想。人間はさまざまな執着を持っています病気になった時苦しいのは病気による肉体的苦痛が一番と言えますがその次に苦しいのは人間には多くの執着がありそれを失うという絶望感にさいなまれるからです「勤家財宝など自分が所有している物質的財産への執着」 親、妻、子供、愛人、友人などの親しい人間への執着、地位、名声などの社会的なものへの執着など、さまざまな執着が存在しています。このようなものは、死ねばすべてなくなってしまいますし、仮に来世があったとしても、そこへは、持ってはいけないものなのです。そうは考えても、実際に、 心の中かかから執着をななななくすすここととはなかなか困難なことですしかしこのように根の深い執着心も根気よく執着をなくす瞑想をすることによって薄皮が剥がれるように所に少なくなっていくのですまず何でもよいのですが自分が執着しているものない詩人を思い浮かべますここではお金と愛する人を例にとります お金への執着をなくすいちまずイメージで目の前に大量のお金があると考えます1億円くらいの札束か100キロくらいの金塊を具体的に思い浮かべます2自分が大切にしているお金が空中にふわふわと浮かんで自分から順番に遠ざかって最後には地平線の彼方に消えていく情景を思い浮かべます 心の中でそのお金がなくなった時の自分の思いがどうなるか考えますお金への執着が強ければ強い人ほどお金を失うと思うと心が締め付けられるような嫌な切ない悲しい感じに襲われるはずですその嫌な気持ちを5分間ゆっくり味わってみます嫌な気持ちに耐えられないようならお金がまた戻ってくると考えます 3何回もこのイメージトレーニングを繰り返しているとお金が遠ざかっていく時の嫌な悲しい気分がだんだん軽減されていくことに気がつきます最後には自分のお金が地平線の彼方に消えても何の心の動揺も起こらなくなりますこうなればある程度お金に対する執着は軽くなっています B 愛する人への執着をなくす瞑想 1, 1自分の最愛の人を思い浮かべます最愛の人は親夫や妻子供恋人など誰でもよいのですが失ったら大変悲しいと思う人にします2その人が自分のそばから離れてだんだん遠くへ離れていく状態を想像しますその大切な人が長い階段をゆっくり登って遠ざかっていく状態を思い浮かべてもよいし 長い坂道の峠の向こうに消えていく状態を思い浮かべても結構です船に乗って港からゆっくり海に消えていく状態を想像しても良いし雲に乗って夕日の輝く西の空に消えていく状態を想像しても結構です途中で悲しくなって心が耐えられなくなったらしばらくその気持ちを感じてみます三 このイメージトレーニングを繰り返しているとだんだん悲しみが減ってきて耐えられるようになるのに気がつきます人間には繰り返していると慣れてくるという心の法則がありますこのため根気よく繰り返しこの瞑想を続けていると執着心がだんだんなくなってくるのです慣れという現象は怖いもので逆のことも言えます例えば 人を殺すような大それた行いでも戦争などで日常茶飯事になってしまうと人殺しをしても何も感じないような心になってしまいますこの瞑想法は逆の応用もできますお金が欲しい時は金色に輝く金貨の大群が自分の周りに集まってきて集団を作り自分の頭の上でふわふわ浮いている情景をイメージしますそして その金貨が虚空で溶けて金色の液体となり自分の頭から独ド特クドクと入ってきて体に充満するとイメージする瞑想を行いますすると不思議にお金が儲かるようになるのです本当に大金持ちになりたければ寝ても覚めても金、金、金といかにしてお金を儲けようかと1日24時間お金のことばかりを考えていれば 大大抵は大金持ちになれます普通の人が金持ちになれずに一生を終わってしまうのはそこまで徹底してお金に執着する根性と根気がないからですそこまでしてお金を儲けなくてよいとかそんなにお金はいらないよと言って諦めるのは弱者のへ理屈に過ぎませんお金儲けに限らず何かの願望を本気で実現したいと思えば 徹底的に執着して、根気よく努力する必要があります。お金はあくまで人生を幸福にする手段であり目的ではありませんから、あまりにお金儲けに執着する人生が幸福かどうかはわかりません。しかし、病気を治そうとする努力でも、お金を儲けようとする努力でも、そのことに執着して努力しないと、願いは簡単には実現しません。 お金儲けに失敗する人は、病気治しにも失敗する可能性が高いと言えます。これについては、カール・サイモントンも同じことを言っています。患者さんを指導していると、癌を治したいと口では言っているのか変わらず、食事などの方法論をいろいろと指導してもまるきり実行しない人がいます。そのような人は、結局、生きることへの執着が薄いのです。 別の言葉で言えば心の奥底の深層心理では早く癌で死にたいと思っているのです一見矛盾したことを言うようですが執着をなくそうとする瞑想でもそこに執着して努力しないとなかなか効果を上げることはできないのです執着をなくすという言葉は誤解しやすいのですが決して嫌って遠ざけるという意味ではありません お金などの財産や愛する人は豊かな人生にとって必要でたくさんあるに越したことはないのですが永久に自分の手元にあるものでのないのです執着をなくすという意味はあるとかないという状態にこだわらないようにするということです C 氏の瞑想人間の最大の執着は何と言っても自分の命です誰でも自分の死を思うと 耐えられれない恐怖感に襲われるはずです若くて健康な時は死と言ってもあまり現実味のない遠い将来のように思われますが病気になったり高齢になったりすると死を身近に感じるようになりますむしろ死そのものよりも死を予感して死に伴う苦痛を予想することや死によって大切なものを失うといった喪失感を想像することが 死をより恐怖に満ちた耐え難い苦痛と感じさせるのです。そのものより死に対する恐怖感の与えるストレスがむしろ苦痛となります。これに対しては普段から自分は絶対に死なないと現実を無視して確信を持って考えるか自分はいつ死んでもいい命は全く惜しくないと考えられる心境に立ちすればストレスはないのですが普通の人は。 そこまでの心境には到達できないと思います。そのような人のために、死に対する恐怖感を減らす瞑想のプログラムを示しました。一座り心地の良い椅子に座っても良いし、楽な姿勢で寝ていても構いませんが、静かな部屋で照明を暗くして、深呼吸しリラックスします。にこの状態で自分が死んでいく過程をイメージするのですが、いつも、 安らかにに眠りにつくののような気持ちの良い状態3死んだ後のことをいつも眠ると見る夢と同じよう要な状態であると思い死んだ後も心地よく夢を見ているのだと感じます4自分が死んだ後家族や友人や知人たちがあなたの死に対してどのように受け止めているかを想像してみます ご一度自分が生まれてから今に至るまで人生を思い返してみます。特に楽しかったこと嬉しかったことを思い出します。そしてそれは一つの大きな夢だったと考えてみます。六自分の魂が体の殻を抜け出して浮き上がる場面をイメージします。それとともに自分を取り囲んでいる家族からも遠ざかります。 天井を抜けて屋根を抜け空高く上がっていきます七雲を抜け地球の外に飛び出します青い地球に別れを告げさらに惑星や太陽からなる太陽系からも遠ざかっていきます星が散らばっている暗い宇宙空間の中を進んでいきます八遠くに光り輝きながら渦を巻く銀河星雲ギャラクシーが見えてきます 銀河の中心部はまばゆい神秘的な光の塊が渦を巻いていますその中にゆっくり近づいてその銀河の中心部の光の渦の中に溶け込んでいきますやがて宇宙の中心である光の銀河と一体化した自分を感じます旧銀河の光の渦と一緒になりふわふわ気持ちよく浮遊し回転しながら永遠に銀河と一体化して過ごすか それともまた元の地球ではまた前の夢の続きかそれとも違った新しい夢かは分かりませんがまた楽しい夢の続きが待っていると考えます。10また地球に帰ったら前の家族の下に戻るのが楽しいかそれとも前とは別の家族の下に戻った方が楽しいか。 いろいろ想像をしてみます11また逆のコースを通ってゆっくり地球の自分の体に戻ってきます数回瞬きして目を開けますこの死の瞑想は早く死にたいと願って死の世界に逃避するためのものではありませんむしろ生とか死とかいう相対的な考え方にとらわれないようにするために瞑想するのです 死という現実に直面しながらも、生きる意味をもう一度よく考えてみる必要があります。死の瞑想の本当の目的は、限られた命を有意義に生きるのために、今何をするべきかを現実に立ち返ってよく考えることなのです。